いいたただだききまます。す。あ、まさかしみるわ。お昼辛いもん食べすぎたんだ絶対体に良くない、あれ。よね。ねえ。丸ごとバナナに似てる。バナナ入ってるからね。うん。美味しいな。丸ごとバナナ入ってるからね。そう。うん。そ似てるっていうか、そのものじゃう。あ、丸ごとバナナの上品なお姉さんって感じ。バナナがまたね、絶妙な熟し加減というか。このくらいがバナナちょうどいいよね。硬さがちょっと残ってるの、まだ。これを過ぎるとね、うん、一気に嫌いなバナナに分類される。あの暗くなったバナナとかもうどうしたらいいのか分かんない。一番美味しくなってんのに。これは？美味しい。端っこか。そうそうそう。このバナナ確かに美味しいか。なんか盗賊にあったんだけど。盗賊？人聞きの悪い。盗賊なんて実在するの？今いたじゃん、今。いた？ちょっと歯の治療してるからさ、虫歯の治療中で、なんか薬を塗って今蓋をしてる感じなの。銀歯つけてなくて、普通に生活してんだけどさ、こんなにさ、甘いものとか食べちゃっていいのかなって感じだよね。何を言ってるの？何が？大丈夫に決まってるじゃん。そうなの？なんで？だってこの前、歯医者に行くからついでに歯見てもらえねえよって言うから、歯医者か、歯科検診みたいなの、予想だと虫歯何本あるって話だったんだっけ。2本。正解は0本。すごい綺麗な歯だね。クリーニングして終了だったんでしょ、いいなぁ。いや、もう毎日歯がトゥルットゥルになるまで磨いてから寝てるからね。なるほど。この間さ、歯の治療をしてさ、麻酔をしたから30分ぐらい食べないでくださいねって言われて、終わったのが5時半だったじゃん。まあでも5時半に終わったらさ、お腹空いてるじゃん。でさ、まあ、30分後だから6時になったら食べれるねと思って、新しくできたステーキ屋さんに行ったんだよね。行ったらさ、何でもいいよっていうか、ステーキ屋さんで。いいと思ったんだよ。麻酔が全然効いててさ、噛めなくってさ。なんなん、噛めないって。いや、なんかね。歯はついてんでしょ、そこに。あ、そうそう、歯はついてんだけど、なんなんだろうね。なんかね、まず、唇の感じが、自分はアナゴさんになったんじゃないかってぐらいの、口の感じなの。何それ。なんか、唇が大きくなった気がするの。もう感覚が全然ないから、サラダバーがあって、サラダを食べてる時点でもう、なんか左側の歯だったんだけど、左側の方に食べ物が行っちゃうと、まあ、溜まってるの、なんかそこにあるっていうのを多分認識できないから、だから右側に傾きながらね、頑張って食べたんだけど、ステーキ味わえなかったなぁと思って。残念だね。だからもう一回行かないといけないなぁと思って。ああ、焼き加減は？ミディアムレアか。レアレアって美味しいの？ダメ？なんかね、焼きすぎると硬くなりそうじゃん。だからほんのりピンクぐらいがね、一番ベストだと思う。だけど、だいたい、あれじゃない？表面焦げちゃって、中生みたいな感じじゃない？確かに。確かに、ピンクがいいんだよね、ピンク。まあ個人的には一番好きなお肉は牛タン。牛タン？牛タンホルモン。いや、牛タン、つなぎも。牛タン？牛タン？牛タンが好きです。牛タンといえば？はい。コストコ。そうです。コストコといえば？あ、冷凍庫。あ、大丈夫だ。すぐ食べるから冷凍庫関係ない。もうさ、コストコの隣に引っ越した方がいいんじゃない？これ。冷凍庫結構空いてます。餃子も使い切っちゃったし、アボカドも最近食べてるから、意外と。空いてる。アイスクリームも買えるかもしれない。まあ、なんかアイスは、ね、美味しいっていう噂だから。そう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 、行こう。行きましょう。ごちそうさまでした。夜何する？プルコギドッグ、迷うな。じゃあホットドッグね。
ソフトクリームかな。え